金色のコルダ3。横浜に進学するって言葉の通りだ。清掃学院でバイオリンを学ぶ。この街でバイオリン弾くんじゃ足りねえってのかよ。そのが、ああ、ずっとこの街にいてはダメだ。俺は知る必要がある。お前たち以外のライバルも。そうかよ。あんたが帰ってこなくたって、どっかでの清掃学院だろうがなんだろうが、どこにでも行け。そろそろ開演時間です。なあ、この子。ああ、子供の頃には賞とか取って。この程度じゃな。今じゃった。あれがあなたの気にかけていた子なのです。残念だけれど、無駄足だったかもしれないわね。そろそろ帰りましょう。いや、お疲れ。今年の発表会も無事終わったな。え？このままの練習どうしたんだよ。いつもど、ああ、そうだ、さっき受付。じゃあ俺も着替えてくる。通用ずっとこの町にいてもダメだ。ここにいても俺は清掃学院に行く。お、どうした。着替えもしないで走って、え？清掃学院に転校してバイオリンの勉強するって。はあ、はあ、お前立音楽高校に入りゃバイ。知ってるだろ、絶対二人ともいつも一緒にいるかって疑いもしねえし。ああ、ま、お前、マジ、お前の履歴書見た途端。俺？冗談だろ。ん？そう。ああ、緊張するよ。なんだ？練習は完璧。当たり前だろ。ボケ部が実力主義だ。じゃあ次の人。じゃあまずは女子からどうぞ。ちょっと待てよ。わかった。待てって。そこの人、廊下で。お、誰も人の話聞きゃしねえ。部長、あとバイオリン。わかった。じゃあせかして悪いけど、あれ、資料言ってなかった？は？結構うまいわ。そう小日向、ブラボー、すごいじゃないか。こんなチャーミングな子が学院に。君、新入生？転校生？やっぱりそうか。こんなに可愛い子だって知って。おや、もう一名のご登場。ふんぞり返っ。汚い言葉遣いは悪かったな。誰だよ、あんた。俺はさ、じゃ次は弟くんの。引く？俺が？やる気がないなら不要だ。何のテストかも分かんねえのに。やれやれ、困ったな。今オケ部で何やってるか。全国大会？聞いたことないかい。小学生の部からその室内学部門に、今はその予選の。ああ、そう、全国大会出場がも。違う。ん？全国出場では全国制覇。全国制覇、当然だ。ま、突然全国の頂点を取るなんて。分かってんじゃねえ。でも
毎年必ず。今年は俺たちが優勝。それだけって。もちろん楽な強豪校もたくさんいる。海外留学生で固めた歓迎、そして昨年のバイオリンソロ部。彼らだけではない、参加する全ての学校の全ての。な小日向さすがに舞台慣れしていい度胸だ。俺たちもちょうどよし。ダメだ。え、彼女は。そりゃまだ。それに幼馴染。そんな理由で。でもさ、リツ。榊先輩、如月部長のおっしゃる通りで、その人がオケ部の部員ではなかったなら。お前。僕は音楽科1年、外で聞かせていただきましたが。そんなにおかしいか。ほら、ひなちゃんは入部届も持ってる。もうほとんど部員も同然ってことじゃないか。細かいことは可愛い新入部員は関係。細かくなんてありません。部長員と顧問の第一。突然参加するのは、いくらソロの腕が良くてもオケ部の部員はみんな、メンバーは今までを。それとも。まあまあ、そうだな。え、学内選抜をもう。地方大会はもうすぐなんですよ。ま、しょうがない。そうでもしなきゃ、みんな。小日向、やり。うん、わかった。期日は1週間後、出場を希望する者。部長、それって俺。私、さっきミスしちゃった。構わない。再試験の結果次第だ。誰であろうと条件は同じこと。待ってください、如月部長。さて、大事になったね。頑張ってくれよ。期待。けどお前どうするんだよ。アンサンブル組む相手なん。そうだな、まさっきの演奏は良かった。君ってなわけで。ま、待て待て待て、なんだ。セクハラ。可愛いものを見て可愛いと。うるせえ、何が。お前も。その呼び方やめろ。俺はあんたを放っておくのはやばそうだし。クソ兄貴め、やる気がないな。音楽科のある学校なんか行かなくたって。おまけが一人ついてくるとは思わなかったけど。で、曲はどうする。俺はビオラ。バイオリン2丁とビオラ。普通は見かけない編成だろうね。あと1週間しかないんだぞ。そう焦るなって。心配。すっげえ発掘しがいがある。卒業した先輩方。なんだこれ。バイオリンとチェロの編成。こんだけ。それはよかった。じゃあ OK。ないよ。ない。どうやって管理して。管理されてるように見えるかい。あ、ん、ほら、モンティのチャルダッシュ。あの1年を黙らせるにはこのくらいテク。それもいい曲だけど、俺のおすすめはドボルザ。来週の選抜の日はちょうど明るく楽しげな曲の方が。でもその曲ちょっと簡単な曲をきちんと仕上げるんだよ。は、小さくまとまるなよ。そんなんじゃな。奏ではどう。チャルダッシュと4つのだよな。さすが。やれやれ、それなら仕方ない。さて、曲も無事決まった。じゃあ、おのおの自分のパート。 OK。 じゃあこれ。無理ってはっきり顔に書いてあるぜ。じゃあしばらく個人で練習。期間もねえし。下校時間は6時だから。あ、そうだ、ほんとこの学校はちょっと変わっててね。せっかくだから練習しながら色。人に聞かせたって。そうでもないさ。感想。美しい音色は特に100キザ。一般論だよ。一生懸命演奏し、ま、俺はこの音楽室にいるから可愛い新入部員。
学校の周り。ドビュッシーは チャルダッシュか、校内戦。